魔王と勇者、佐々木家を守るために立ち上がる。よかった、ただのクマで。なんだよ、ただのクマって。だって、遊園地ではワニで、海の家で悪魔の大軍団じゃないですか。その点、山にクマってすごく普通ですよね。常識の範囲というか。常識、ああ、うん、まあ常識ね、常識。地底人とか、山の神様とか、古代の怪獣とか、それくらいは覚悟してました。覚悟の方向おかしくない？クマが出てきたら、現実的に考えてそれ以上のものは出てこないですよね。はぁ、本当安心しました。次回はエミリアと魔王が何かに向かって立ち上がるみたいだけど、黙っておこうかな。